このゴールデン人参を差し上げますので、一晩だけ私と肉体関係を持っていただけませんか？はあ、急になんですか。二度と話しかけてこないで。あ、今日は100年に一度の奇祭、人参ワッショイが開催される日だったのだが、またもや人参ガールズのスカウトに失敗してしまった。しかも、人参ワッショイの運営委員会の者たちも坂本さんからこっぴどく叱られていた。お前たちのせいで日本の発電量の 90% 程度を本田さんの人力発電に頼っているじゃないか。これじゃあ本田さんがハードスケジュールすぎて過労死してしまうぞ。疲れた、もう楽にさせてくれ。その一悶着があったせいで、坂本さんの怒りが頂点に達し、今回の人参ワッショイが中止になってしまったのだ。その事実を知り深く悲しんだ私だったが、どうしても人参ワッショイがやりたかったので、あの手この手をふんだんに使って、すったもんだの踏んだり蹴ったりを繰り広げることにした。というわけでまずは、支持率の低下に苦しむ浅田内閣に対して、国民からの罵詈雑言寄せ書きを手渡した。国民から、これ以上空気を吸わないでください。お前たちの永久歯が全部抜けますように、といった声が届いていますよ。みんな、ひどいよ。そうやって浅田内閣の者たちをメンタルブレイクさせ、退陣に追い込んでやった。そんなことをしていると、今回の人参ワッショイを楽しみにしていた由美子おばちゃんの訃報が届いた。敵の偽情報に踊らされて、チームとボスを危険にさらしちゃったから、あんな風に処分されたらしいよ。そうなんだ。私は由美子おばちゃんとひときわ仲が良く、中学卒業時には。あなたって、幼少期における人格形成が、すこぶる失敗しちゃったのよね。と言われたことがあるくらい目をかけてもらっていたので、由美子おばちゃんのためにも、今回の人参ワッショイは必ず開催させたいと、より一層強く決心した。そうして気持ちを新たにし、すったもんだの踏んだり蹴ったりを繰り広げていると、坂本さんから人参ワッショイ開催のお許しが出た。負けたよ。そこまでやりたいなら、人参ワッショイやって。え、何が起こった？て、停電ですかね。停電？まさか本田さんの身に何か。急いで本田さんのところに行きましょう。ああ。本田さん、大丈夫ですか？入りますよ。